どうもこんにちは。今日は iPhone 用の、コンバージョンレンズの、キットを、今朝、届いたものを、開封してみたいと思います。こちらにあります通り、ズタイラスというブランドから新しく出た、Z プライムというレンズのキットです。YouTube なんか見てると、ズタイラスとかゼタイラスとか、中にはスタイラスとか、発音してる場合もあるようですけど、一応、はっきりしたこと分かんないんで、とりあえずズタイラスということでと、紹介させていただきます。ここはありますけれども、これセスですね、コンシューマーエレクトロニクスショーですかね、これの2016の、イノベーションアワーズという、ラベルが貼ってあります。でこう見ていただくと、パッケージですけれども、分かると思いますけれども、これが iPhone 用の、ケースですね。でそこに、装着する、コンバージョンレンズと、いうことです。でこんな風なパッケージになって、入ってまして、こちらに、分かりますけれども、ケースに、レンズを装着して、これがレンズキャップですかね。でワイドコンバージョンレンズと、2倍のテレフォトレンズと、の2つが、セットされています。こちらが、スーパーワイドアングルと、の、作例で、こちらが、2倍のテレフォトの、作例ということですね。でスペックが書いてあるのでちょっと見ていきたいと思いますね。ワイドアングルなんですけれども 0.63 倍ということになっています。5エレメンツの4グループスって書いてあるんで、4群5枚構成で 0.63 倍で、マルチレイヤーコーテッドと書いてありますね。それからクロマティックアベレーションですかね、色修正だと思いますけども、1ピクセル、未満って出てるんですかね。それからレゾリューション、解像度が、コーナーのところで250ポンですかね。それから、こちらですと、300ポンというふうに出てます。なかなかスペック的には、かなりのものなんじゃないかと思います。それから、2倍のテレフォトレンズですけれども、こちらの方は、こちらも、4群5枚構成ですかね。倍率は2倍、マルチコーテッドで、色修差が、エッジのとで1ピクセル未満と、解像度の方は300本と、周辺が150本というスペックになっています。でこちらをちょっと開けてみましょう。パッケージの方ですね。クリップトゥエニストラップベルトオーラバッグってなってるんで、カメラバッグとかのベルトに、クリップして、装着できるフォルダーがついていて、そこに、レンズを装着できると、いうことのようですね。それから、メタルカラビナって書いてあるんで、金属製のカラビナフックが、ついていてぶら下げられると、レンズのフォルダーに、カラビナがついてると、それから、バイオネットマウントになってる、ねじ込みじゃなくてガチャッとこう、一眼レフカメラの交換レンズのように、バイオネット式になっているということです。それから、レンズキャップの方なんですけども、これが、マグネティックレンズキャップと書いてあるんで、磁石でパチンとこう止められるようですね。それからケース、これもともと以前からこのケースが売られていて、それに、レンズが追加でリリースされて、それをセットにした商品ということらしいんですけども、ケースの方は、こちらのようにスタンドがついていると、キックスタンドがついていて、フルボディプロテクションということで、iPhone を保護するようになっています。で、このケースなんですけれども、ズタイラスに前からリボルバーという、3つのコンバージョンレンズをセットにして回転してここへバカッとこう出せるやつタイプのコンバージョンレンズのホルダーっていうかマウントっていうか、そういうのとセットがついたケースがあるんですけど、それをそのまま利用しているようです。でこれを
iPhone6 用以外に5用とかもあるみたいなんですけれども、動画で見た限りでは5用にはここのそのバイオネットの、切り欠きっていうんですかね、バイオネットマウントが、ないみたいなんですね。で、6用にはバイオネットが最初からついてたようなので、ひょっとしたら iPhone6 がリリースされた時点で、この、Z プライムっていうレンズの、規格がもう持ち上がってて、Z プライムの、レンズを、装着できるようなケースとして設計されたんじゃないかなと、ケース自体が設計されてたんじゃないかなっていうのが、私の感触です。では、開けてみましょう。パッケージ外箱っていうか、外側は、紙なんですけれども、中の、本体のパッケージはケース、プラスチックケースになってるっぽいです。テープをカットして取り出します。ブックレットが出てきました。ズタイラスイノベーションであって、で、作例がこんな風に出てきます。さっき言ったリボルバーっていうのがこれですね。こちらのケースに、iPhone をセットして、リムーバブルディスクっていうのがあって、ここに、代わりにレンズのユニットをこうはめ込むんですかね。で、こんな風に、このリボルバーの本体からレンズを引き出して、撮影するという、ケースとレンズのセットです。で、こういう作例が載ってます。で、これはリボルバーの作例のようなので、マクロレンズとかフィッシュアイとかが、出てくるんですけれども、後半の方ですね。Z プライムの、方の、紹介が出てきました。Z プライムはさっきから言ってるように、ワイドコンバージョンレンズと、テレフォトレンズです。で、こういうふうにですね、紹介がされています。それから、その他の商品で、この iPhone ケースを使って、装着するリングライトとかが、商品が出てるので、そういうのも紹介されてます。まあ、カタログっていうにはちょっと立派ですけれども、まあ、ブックレット形式のカタログですね。で、ケースです。気がついたらこれ、プラスチックかなと思ってたんですけども、実は、紙ですね。カードボードのようです。で、こういうふうにして開いていくと、The world's best iPhone graphy lenses というふうに、歌ってますね。で、アワードがこう、ロゴが入ってまして、ケースはこんな風になってます。じゃあ一つずつ、ちょっと見ていきましょう。まず iPhone 本体のケースですね。これは先ほどから繰り返し言ってるように、リボルバーなんかと共用らしいです。ここで外せるようになってますね。これ回転するのかな。ここを回すと外れて、リボルバーの本体をつけられるようですけれども、こんな感じですかね。ただ、Z プライムではここは使わないはずです。で、ここがスタンドになってるんで、iPhone のスタンドとして、こんな感じで利用できるってことですね。で、ここが、
レンズを装着するバイオネットになっていて、これがリリース用のボタンかな。あ、違いますね。リリースと関係ないのかな。ねじるだけかな。で、このケースはこうやってネジで固定されていて、ここへ iPhone を挿入するようになっています。で、ちょっとしたフェルト、固めのフェルトみたいな感触のパッドが貼ってあって、ここでネジでこれで固定して抜けなくなっているということですね。で、こうコネクタ類と、あとストラップを通せるホールが、開いているようです。で、実はですね、私まだ iPhone 5S を使ってて、iPhone 6持ってないんですね。今注文してるところなんですけれども、今日は、実際に装着したところとかはお目にかけられません。申し訳ございません。もちろん作例も取れないので、それはまた後日と、紹介させていただくことにします。で、ポーチがとレンズのクリーニングクロス、ポーチとクリーニングクロスがついています。でそれからこれステッカーですね。スタイラス .com ステッカーとカードが入っていて、でこちらが、レンズ2個、コンバージョンレンズ2個を、装着できる、ホルダーです。でこれがメタルカラビナってやつですね。で、ここに多分レンズを装着するのだと思われます。思ったより、事前に想像してたよりはちょっと大きいかなっていう感じですね。あとホルダー自体は、プラスチック製です。で、2個のレンズなんですけれども、こちらが、60ミリと書かれているので、これがテレコンバージョンレンズですね。で、ガラスを保護するためのカバーがこんな風にして、プラシートみたいな感じでこうはめ込まれています。こんな感じですね。ボディはメタルですかね。Designed in USA と。書いてあります。デザインドイン USA でメイドインチャイナ、パテンツペンディングというふうに刻印されています。こちら側を見ると、Z プライムの、赤で 4K というふうに書かれています。で、これを、ここをレバーを起こして、これで取れるんですかね。パカって外れますね。写真、パッケージの写真見た限りではこうヒンジがついててフリップ式なのかと思ってましたけども、パカって外れるんですね。これでマグネットでこうくっついてるんですけれども、ぴったりはまり込まないな。こうどの位置でもこう一応マグネットでくっついちゃうみたいです。でこれを、バイオネットなので、こうやってねじって止めて持ち歩くということですね。で、もちろんこちらが、ワイドコンバージョンレンズの方も同じで、これもプラシートを外して、やはりデザインディン USA メイドインチャイナという、
プリントがあります。ではめ込むとこういう風な感じになります。ははなるほど、分かりました。ここはプッシュでパカンってこう外れるんですね。ここを、このレバーを押すとフリップなんですね。で、ロックがかかってます。で、全体を引っ張るとこうそのまま外れちゃうと。で、ここに切り欠きになってて、ここ突起があるんですけど、これに合わせてセットするとマグネットでぴったり収まるということです。押して、ちょっと滑りやすいかな、角度的にちょっとどうなんだって感じもしますけれども、押してじゃないか、やっぱ引っ張った方がいいのか、引っ張ってフリップで、開けます。なので、下を押すって感じですね。下を押してフリップで開くと、こっちちょっと装着がまずいんで角度的に変ですけども、下の方を、ここの突起の部分を押してフリップで開くとということですね。で、これが今外れない状態なんですけども、こっちがそのバイオネットのロックを解除する、この赤いノブっていうか、レバーがバイオネットのロック解除です。で、こちらを iPhone のケースの方にはめ込んでいくわけですね。あんまりかっちりはまったなっていう、こう実感に乏しいですね。あ、これでいいのかな。なんかいまいちこう、おー、うまくいったって感じがしないですね。まあ慣れてくればなんとかなるでしょう。はい、以上で、ズタイラスの Z プライムのレンズキットと iPhone ケースセットの、内容のご紹介でした。なんで今回これ買ったかと言いますとですね、iPhone で動画を撮りたいなと思ったんですね。ワイドコンバージョンとかマクロレンズとかっていろいろ出てるんですけれども、クリップで iPhone にはめ込む形だったりして、写真撮るのにはいいかと思うんですけれども、写真じゃなくて動画を撮るとなると、撮影中に手が触れて、レンズが後軸がずれちゃったりすると良くないよなって思ってたら、このケースにガチャンってはめ込むっていうのを見つけまして、でこれだったら動画撮ってても問題ないだろうなと思って調べてみたら、4K の刻印もあるし、解像度もスペック的にも、なかなかなものを歌ってるので、これちょっと面白いんじゃないかなということで、購入したんですけれども、これ、価格的には199ドルぐらいするんですよね。で、ただこれ見つけた時点でっていうか、見つけてすぐ直後、11月の終わりぐらいに見つけたんですけれども、アーリーオーダーとかいうやつで、予約ですね、予約受け付けてまして、99ドルだったんですね。で、その、受付のスタートから13時間後ぐらいに、たまたま、本当にたまたまこれ見つけて、99ドルでケースとコンバージョンレンズが2個来るんなら、そこそこ面白いんじゃないかなと、思って、ついつい注文をしてしまいました。
で、実際に31日、12月の31日だったか、1月の1日になってからだったか、発送したよっていう通知のメールが、来まして、で、今、これと、撮影してるのが1月の5日なんですけれども、今朝ほど、手元に届きました。DHL で便で、佐川急便さんの方で、届けていただきました。で、先ほどもちょっと言いましたけれども、まだ iPhone6 に変えてないんで、で iPhone5 用のケースっていうのが、先ほどもこれもちょっと言いましたけれども、どうも、iPhone5 用のケースはこれがバイオネットに対応してないっぽいんで、どうせなったら iPhone6 にこの際だから変えちゃおうと、機種変しちゃおうかなということで、もう6用ということで、注文しました。で6のプラス、iPhone6 プラス用の大きなケースももちろんあるんですけども、あまりでかいのは私の好みでは、iPhone 自体の方の好みではないんで、6S 用と、いうことで注文しました。今回は、開封動画ということで、以上で終了させていただきます。ご覧いただきありがとうございました。